アザミ岳から見た、大高山脈高県山明神平、大大ヶ原山から北方に大高山脈を望む、大高山脈は、紀伊半島東部に位置する山脈。大大ヶ原山地とも言う。三重県と奈良県の境をなし、標高1000から1600メートル級の山々が連なる。大峰山脈とともに、近畿の屋根と称されるほか、近畿の秘境。 三重県の屋根の異名を持つ。柿の下の人丸の短歌東野野に、かぎろいの立つ、見えて帰り見すれば月傾きぬにある、東野野の、かぎろいとは、現在の奈良県宇田市を大宇だからこの山脈に架か,かる、かろうを見て読んだものとされる。紀伊半島一帯に広がる紀伊山地の一つで、高県山から、大台が原山まで南北に連なる山脈である。 両線の長さは3 0トルに及び、北は高圏山地、南は室山地、西は大峰山脈と隣接する。三重県と奈良県の境界になっており、山脈の東側が三重県、西側が奈良県である。大高山脈は山脈の両端にある大大ヶ原山と高圏山から、それぞれ一字ずつ取って名付けられた。 奈良県吉野の岸田秀夫の命名であると言われる。山脈の北部は、室尾和亀青山国定公園、河畑郷県立自然公園、中部は、奥、伊勢宮川郷県立自然公園、南部は、吉野熊野国立公園に指定され、日本政府や三重県、奈良県によって自然が保護されている。大峰山脈とともに、奈良県の主要な山脈であるが、大峰山脈に比べれば、 大光山脈の知名度は劣る。地形学的には、早年期に位置づけられる。急峻な山々が連なり、大杉谷などの深い峡谷が刻まれている。一方、大大ヶ原原山は非火山性の隆起順平原で、山頂に平坦面も見られる。三重、奈良両県に加え、和歌山県にとっても水源として非常に重要であり、三重県側では、櫛田川や宮川の 奈良県側では、吉野川、北山川の水源となっている。奈良盆地では、吉野川の恩恵を受けることができずため池に頼って、北が国営都津川、木の川土地改良事業による吉野川分水で水不足が解消された。突起のないものは、三重、奈良県境の山である。明治維新までは、入山するものは少なく、江戸幕府で薬を司った、野呂現状をはじめとして、 薬草採取を目的とする人々が多かった。現在では、池小屋山井北は以外に比べ訪れるものが多い。これは、北方の高原山の登山難易度が中級とされているのに対して、南方の大台が原山が上級とされることによる。また、観光地下によるオーバーユースが問題となり、一部で入山規制が設けられている。北端の高原山付近に、 中央構造線が通り、その北側は、中世代の花崗岩類と偏成岩からなる、両家体である。南側には、古世代の長ロ偏成岩類、結晶偏岩からなる南側体、砂岩、結岩、チャート、石灰岩などからなる、秩父総群が見られる。中央構造線沿いには、あっい岩が、帯状に連なる。日本最大の田内体であり、 大台ヶ原の都市平均降水量は5186ミ、mm、リメートルに達する。これほど多くの雨量を記録するのは三重県側の熊野灘沖を黒潮が流れているからである。奈良県南部の吉野林業地帯では第二次世界大戦後に奥地開発の影響で多くが人工林になったが大港山脈では 頭皮ナなどの原生林が広がり、その下層には苔が一面に生育し、モスフォレストを形成する。特に西大大ヶ原のブナ林は、太平洋型ブナ林としては、日本最大で東大大ヶ原の頭皮の純林は、日本の南限であるなど、学術的価値が高い。植物種は豊富で、生きている化石と称される、高山木や渓谷で、サツキツツジやサマリンドウが生育する。 標高が1000メートルを超えると、植物症が大きく変化するため、大高山脈では、高山植物から中低山植物まで幅広く分布する。シダ植物、単子葉植物、総子葉植物などがあり、大高山脈にしか見られない固有種もいる。山には、月のワグマや、日本カムシカなどの大型獣、渓流では、大大ヶ原山小用が見られる。 特に鹿は高密度で生息しており、鹿の食害による樹木の立ち枯れが指摘されている。小型動物としては、森油コウモリミドリシジミムカシトンボなどが生息する。大峰山脈とともに、国の大大山形長中保護区指定を受けており、うち450ヘクタールは、日本初の利用調整地区が設定された。ここでは、コマドリュウグイス飛びなどが見られるが、 外来種の総市長の増加が日本。登山道の整備はあまり進まず、入山ルートも限られる。特に険しい三重県側は少なく、比較的傾斜の緩やかな奈良県側からの登山道が多い。大高山脈を越える主要な道路は現在でも、高県峠越えの一本のみである。この道は、大和国と伊勢国を結ぶ主要路として古代より開かれた。 江戸時代には、紀州藩の藩道に指定され、和歌山街道と呼ばれ、参勤交代や伊勢、吉野、高野山への参詣客が多数往来した。ありがとうございます。